ほい。ということで、今回はね、いつもと違うような感じで、違うような感じでちょっとやっていくんだけども、商品紹介をやっていこうかなと思いまして、今回はこの、じゃーん。EGSMX さんの 2.4GHz ワイヤレスヘッドセットを紹介していきたいと思います。これね、パッケージで見た感じめっちゃかっこよくない？ゲーミングヘッドセットっていうのを使うのが私は初めてなんやけど、いつもね普通にヘッドホンやけん、この側面にねちょっと説明が書いてあるんやけど、このゲーミングヘッドセットは PS3、PS4、Xbox 360、Xbox One、Mac、PC に使うことができるワイヤレスヘッドセットです。あ、こんな感じやね。こう、画像も載ってある。ほい、それじゃあ、裏面にもこうやってね、こういう部品が入ってますよっていう説明が。じゃあちょっと、開封していきたいと思います。ほい、それじゃあ、こっちか。はい。お！あ、なんか、結構いっぱい入ってる。ちょっと待って。へい。よし。これが本体。真ん中に入っとるの？これなんやろ。なんか入っとる。ちょっと待って。ほっ。よいしょ。はいしょ。とりあえず、本体は、こんな感じで。こんな感じです。なんかめっちゃ軽い。軽いよ、軽い。いいね。めっちゃ軽いんだけど。そして、傷とかつかんようにね、こう保護シールも貼ってあるんで、多分、届くときに傷がつくことはないんじゃないかなと思います。そして、あ、すごい。なんか、この頭の部分と耳の部分のモフモフ感が、モフモフ感がだいぶある。マシュマロみたいな感じ。え、めっちゃいいね。肌触りがいい。肌触りがめっちゃいいよ、これ。ちなみにこのヘッドセットは、最大で10メートルまで使えるらしいんだけども、ま、普通の部屋の中におったら、10メートル以上離れることは、まあないよね。まあないけん、普通に使っていけるかなと。そしてちょっと、気になってる。こちら。これがね、ちょっと待って、説明書を読むから。はい。じゃーん。これが説明書。見える？説明書結構分厚いんだけども、この最初の部分は英語のページで、最後、このあたりから日本語のページに移ります。なるほど。英語でも日本語でも読める。どっちにも安心。安心。安心して読める。そしてこれがね、送信機。これ。こちらね、送信機です。送信機で、これから、こっちのヘッドセットの方に、ま、飛ばすみたいな感じやね。これに線、USB とか繋ぐだけや。なるほど。ま、そしてこの、光ケーブル。これが、はい、これが、光ケーブル。これをつないで、音がよりクリアに聞けるようにっていうやつやね。そして、ちょっと待ってね、箱ちょっとどかしとこうか。箱。これで、全部やね。はい。そして、あとここに、まだちょっとね、大量の線が。あ、なんか、あ、なるほどね。そう、これ、このね、ゲーミングヘッドセット、マイク。なんとマイクがね、着脱可能なの。
着脱脱着可能なの。そう、取り外しが簡単にできるということで、これね、ここに、ここの部分、これ、あ、LR はね、この中の部分に書いてある。ここに見えないかもしれないけど、R と L が書いてあって、この右側の方に、このマイクを、こっちだね。はい、ここに刺します。あ、簡単に刺さるね。OK、OK。そしてこれ、こう、マイクね、結構曲がる。結構曲がる。あ、いいね、いいね、いいね。まあ、外側に曲げることはほぼないやろうけど、邪魔な時にちょっと避けるぐらいかなっていうね。はい、そして、これが、あ、ちゃんと、あ、ちゃんと何？あ、一個一個、あれなんやね。説明が、説明というか、何に使うものかっていうのがちゃんと書かれてある。例えばこれが、4XBOX360 タグがついてあって、こっちが 4XBOX360 これはこれに使うやつということで、そしてこれが 4XBOX1 の線で、こっちがトランスミッターあれか、送信機に挿してパソコンとつなぐやつかな。でこれがヘッドセットチャージングやけん。充電に使うやつってことかな。多分。そして、まあ、あの、肝心なのはね、つけ心地。実際に、つけてみた方がね、こう、言葉で、お！あ、あ、すごい！あ、すごい！なんかこの、モフモフガールって、マシュマロみたいなモフモフガールって言ったけど、これのね、あの、フィット感がすごい。フィット感がすごい。なんか、めっちゃね、めっちゃ耳の部分が、なんで、おー、包まれとるような感じ。こう、こう、わからんか。で、頭の部分も、なんかすごい、こわって。なんかね、すっごい、これ自体もすごい軽いけん、なんかね、何にもつけてないみたいな感じになる。これ長時間つけとってもきっと疲れんのやろうなっていうような感じになっとって、しかもこのふわっとなっとるけん、この女の人とかって結構気にする人おるんじゃないかなっていうのが、この、まあ、あの私の元々の髪の毛のぺったんこなのはちょっとあれなんやけど、まあ、あのヘッドホンってつけたら結構髪の毛がねぺったんこになったりとかしてしまうと思うんやけど、このヘッドセットやったら多分こう、ほわってなるけん、あの、髪型を気にする女の人とかでも、まあ、ある程度大丈夫なんじゃないかなと。髪型も崩れにくい、ぺったんこになりにくいヘッドセットだと思います。あ、そしてね、このマイク。マイクをちゃんと口の元にやって、これで、ボイスチャットをしながらゲームを楽しむことができます。で、まあ、いらん時にはもちろん、外して、まあ、普通のヘッドホンとして使用することもできる。とにかく頭がめっちゃ軽いんよね。あ、そして、この、ここにね、この横の部分に、このヘッドセットの電源ボタン。で、ペアリング。あ、これで多分、ね、飛ばして使うんじゃないかなと。そして、この、あ、全体的に機能は、全部右側に集まっとんやね。あれかな、右利きの人が多いけんってことかな。これで、このすぐ裏側、今度こっち側には、あの、音量設定がついとる。ダイヤル式で音量設定がついとるけん、感覚的にこう触ってできるんじゃないかなと。いいね。かっこよくない？ね、こう、ここでね、調節を。あ、めっちゃかっこいいやん。めっちゃかっこいいやん。いいね。はい、ということで、ちょっと今回はね、実際にこのヘッドセットを使ってゲームをやっていこうかなと思います。はい、ということで、ヘッドセットの設定が終わったので、早速、実際にね、ゲームをやっていきたいと思います。とりあえず、音はね、なんかだいぶ、響いてる感じ。
なんかこう全体に、わかるかな、わかるかな、実際につけてみと。まあ、実際につけたらそれみんなわかるんだけども、なんかね、あの、立体感がある感じ。なんかすごい、あ、なんかね、あの、低音とかがね、めっちゃこう、地の底から響き渡ってくるような。地の底から響き渡ってくるような、そういう感じ。あ、そして結構ね、あの、あっと、なんか音がね、聞こえる方向がちゃんとわかる。なんか右から人が来たら、なんかちゃんとわかるし、左から来たってわかるし、なんかほんとね、あの音がね、3D になった感じ、立体的。実際に自分がそこにおるかのような。きっとこのヘッドセットを使っていたら、私のゲームももっと上手くなるんではなかろうかと思われる。思われる。あの、おっと、こういうね、あの、人が来る方向とかがわかるヘッドセットは、あの、やっぱり FPS のゲームをやる人にはすごい向いとんじゃないかなと思います。ゲーマーの方はね、やっぱり長時間ゲームをする人も、まあその適度な休憩は必要になってくるんだけども、あの、長時間どうしてもね、楽しくてやってしまう人とか、まあ、やっぱり、この、全然締め付け感がないのと、すごい軽い。頭が軽い。あ、ちなみに、あの、一応ね、パッケージの方には書いてないんだけども、スマホにもちゃんと繋ぐことができて、3.5 ミリジャックの付いてるスマホに対応してます。なんで、付属のね、3.5 ミリケーブルを使ってもらったら、スマホにもちゃんと繋ぐことができます。Xbox One で使用する場合には、Kinect センサーまたは別売りのヘッドセットアダプター、Xbox One ヘッドセットアダプターを使う必要があります。はい、そして、実は今回このね、EJSMX さんの 2.4GHz ワイヤレスヘッドセット、こちら、私の視聴者さん限定で、クーポンが出てます。アマゾンの方でクーポンが出てるので、クーポンコード、あゆな064と売ってもらったら、こちらのヘッドセットが 10% 割引の値段で買うことができます。そして、さらに、EGSMX さんのご好意で、2名様にこちらのヘッドセットをプレゼントさせてもらいます。プレゼントさせていただきます。いやー、EGSMX さんめっちゃ太っ腹。ちなみに色がね、2色あって、私が使ってるのは青いやつ。このモフモフの部分ね。ここの部分が青いやつなんだけども、青と黒の2種類があります。で、このプレゼント企画、プレゼントに応募してくれる方は、私のチャンネルを登録すること、そして、ツイッターをフォローしてくれること。あの、ツイッターのね、アカウントを書いてもらったら、アットマークのアカウントを書いてもらったら、アカウント名やとね、名前が被っとる人とかがおったりとかするけん、アットマーク、なんとかっていうのを、コメントで。そして、欲しいという言葉を含めたコメントをしてくれたら、対象にさせてもらいます。そのプレゼント応募対象にさせていただきます。欲しいというコメントが入っていない方は普通のコメントとしてちゃんと受け取るんで大丈夫です。はい、ということで今回はこのね、 EGSMX さん 2.4GHz ワイヤレスヘッドセットの紹介をさせてもらいました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ほんとね、これね、めっちゃ軽い、めっちゃいい。普段使いは
このヘッドセットで決まりやね。